それでは、第2回ミカド展開志望動会、3月4日、決勝リーグの前にまずは敗者復活トーナメントを行いたいと思いますが、本日も、たくさんの応援イラストが届いておりますのでそちらの紹介からいきたいと思います。よろしくお願いいたします。それではですね、まずはいくぜ、よいしょ、いきなりいきまーす。まずはこのルーザーズ敗者復活トーナメント組の後ろにハーケンさんと投げさんがいるというかっこいい構図の、これはアリタイプさんかな、韓国勢の方で、最近いつも韓国語で書いてたんですけど、最近日本語でしっかり応援メッセージも書いてくれてます。ありがとうございます。もう本当に皆勤賞って感じですね。サミットさんが出ればもうアリタイプさん書くみたいな感じの流れが出来上がってます。ありがとうございます。かっけえなマジ。さあみんな構図とか考えてるか書き出すのさ、すごいっすね。もうやっぱりさあ、素晴らしいイラストありがとうございます。続きまして素晴らしいイラストありがとうございます。これはすごいのあれ、なんかドリルでというか俺の記憶と違う技になってるんですか、新技みたいになってますね。これは何でしょうか。これポチョ、あれポチョ、あれポチョ前あれ足なのか、すげえ。ザディさんのレイヴンは空を滑空から四足歩行に進化してますよ、これすごいですね。これベータブレードなんですかね、これバナナみたいな。投げさんのドリルなんかもう最終形態みたいな、これやばいですよ、手裏剣ですよね、これやばい。これなんかその中ちょっとハーケンさんのだけなんかこの中で比較的書かれてるなみたいな、しっかりイメージがあります。すごいですね。ベータかこれ。ハリンさんのなんかこの今からなんか切腹するみたいな感じに見えるんですけど大丈夫ですかねこれあれそれ刀ですかね。あそれ刀か、あ総裁してるんですね、これ対戦してたんだ。今は驚愕の事実が発覚いたしました。サナミソさんいつもありがとうございますエフェクト消失バグみたいになってますね。ちょっとマジすごいイラストありがとうございました。はい、フレンカ、これなんて読むんですか、フレンチメイドさんか、これ合ってます。あ多分そうかもしれない。これ投げさんのファーストフレンチメイドさん、よかったよかった。2歳のイラストちょっとサマイソさんのイラストがいいのか高すぎて、この後なんか飲み込まれた感があるんですけども、これめちゃめちゃ丁寧なイラストですね。ありがとうございます。もう投げさんのファンだけど、投げさん今ここにいないと思うんですけど、あの多分配信見てると思うんで、あすごいなこれ、実はアイテム全部集合してますねこれ、すげえ。いや本当にありがとうございます。投げさんこれいいですね。これこのままアケコンのねイラストにしてもいいぐらいですよね。さあ、そしてこちらが、本日の、サムネイルにもなっておりますともさんのイラストです。ともさんも本当にあの多分お仕事忙しいと思うんですけども、毎回書いてくれて超かっこいいです。これえパーフェクト、んつうかマジかっこよすぎる。色がねいいですよね、このしっかり主要キャラクターのカリンチュさんとさザディさんってどっちもその黒と青が主張としたあのカラー使ってるんですけど、ちゃんと違いもしっかりしてて、あそうそうこんな感じだわみたいな、素晴らしいですね。だ毎度思うんですけどやっぱ FAB さんの使ってポチャムキンってこういうイラストの時強いですよね。俺はこのロボットとか好きなんでいいなと思いますさあ、続きましてこちらは、もうすでに決勝リーグ進出を決めていますお二人のイラストとなっております。投げさんのファーストとハーケンさんのソロということでね、ハーケンさんのソロはみんなタバコ吸っててイケメンですね。うん、なんかやっぱまあ本人もかなりタバコ吸ってますからね、かっこいいな。こちらは伊藤さんからのイラストとなりました。ごめんなさい、名前言うの遅れてしまいました。さあ続きまして六郎さんのイラストとなっております。これやばいっすね、本当にかっこいい。この今そのイラスト紹介するときにXスプリットの画面が後ろ背景黒なんですけども、
この背景黒とあってすげえかっこいい、このぼやーっとした、ね、渋いっすよねこれ。そうジョニーかっこいいですね。ろくろさんマジイラストの描き分けもなんかこういうイラストめっちゃかっこいいですね。補助金ずるいっすよねこれ、なんかブレストファイヤー打ってそうなこれいいですよね。 FMB さんのこれマジ本当に羨ましいなと思いますもん。超かっこいい。 FMB さんこれかっこよくないですか。これスーパーロボット対戦に FMB さん出ててもおかしくないですよこれ異質だけど異質ですよね、まあ、他のキャラめっちゃ渋い中乗ってそう、3人で乗るやつね、力を合わせてやつ、スーパーロボット説でしたねいやこれマジかっこいい、ほんと羨ましいなと思います。さて、あと何枚だ今回は。よいしょ、あれなんかおかしいぞ。あ、あと何枚かあった気がする。あれこっちはなかったっけな。いきまーす。出た出た、よかったよかった。こちらがですね、今回会場にも応援に来てくれておりますしぐれしずきさんのトランプということで、めっちゃすごいですよ。全員分ありますよこれ。私もあるんですけど、ちょっと後でね皆さん見ていただければと思うんですけど、これすごいですよ。ぜひぜひ見てください見てください。まずこれ並び方もだいぶ俺こだわりました。上がですね、ちゃんとスペードリーグでちゃんと順位順にしております。かっこいいですよね。これいいですね。そういえばあ、ここベッドマンいたっけなとか、これ実はうちのオバマです。あ、宿便なんですけど、ちょっとここ言及するとワンチャンこの配信ヤクルトスワローズに怒られる可能性があるんで、あ、ヤクルトスワローズに怒られるかどうかわかんないですけど、いや本当にねこれありがたいですね。皆さん勢揃いということで、こういうのめっちゃ嬉しいですこれトランプで、ね、思いつきでスペードリーグ、ハートリーグとか言ってキングオブハートとかなんかフィントスペードとか言ってましたけど、本当にありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。まあ、全員分ありますので、今ちょっとね応援に来てるということで、この後しっかりした、イラストはツイッターの方で上げてくれるということなんで、まあ、各自で、ね、自分の好きなイラストを保存するもよし、全部保存して、ね、見るもよしで、楽しんでいただければと思います。本当にありがとうございます。これすごいいいですね。オバマさんもめっちゃ喜んでましたからね。めちゃめちゃニコニコじゃないですか多分味方やってきて一番の笑顔ですねオバマさん大興奮の、トランプイラストになりました。ありがとうございました。これにてとりあえず、今のところ、確認できたイラストはこれまでとなっております。本当にありがとうございました。この後はですね、敗者復活トーナメントの順番決め、そして順番が決まり次第、5先の敗者復活トーナメントを始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それではですね、選手の皆様、まずインタビューする前にですね、今からじゃんけん大会を行います。はいちょっとね、そこにカメラがありますので、そこら辺に皆様お集まりください。よいしょ。さあ、かりんさんが手前で、サミットさんがその奥で、左側にいるのは FAB さんとなっております。この後ですね、まずザディさんと FAB さんじゃんけんをしてもらって代表を決めてまいります。そしてロイさんと、ロイさんじゃないですよこれ、なんでロイさんだけ、カリンチさんとザディさんですよこれ。このまま読んでしょ、先輩違いますこれ、ロイさんじゃないですいかんですよそれは。すげえ、じゃんけんタイムって書いてあるじゃんけんタイムって、それ海外でもいけるんですか、じゃんけんタイムいける。さあまずはですね、どっちから行こうかな。じゃあどちらにしようかなと、もう行った瞬間が決まってしまい、じゃんけんタイムで、じゃあオバマさんが OK ですか。 OK じゃあまずは代表を決めるために、FAB さんとザリーさんでじゃんけんをしていただきます。まずもうちょっとこっちですかね、もうちょっとこ、そう、腕が真ん中に来るように、すごい、いきますよ。最初はグー、あ、じゃんけんほい。おっと FAB さんが代表となりました。この後 FAB さんね、先にやるかどうかの、あと 1P2P も今のチームゲームといてください。 FAB さんが代表となりました。続きまして、サミットさんとカニさんいきますよ。もうちょっといきましょう、いきますよ。それで、では最初はグー、じゃんけんほい、あいこでしょい、あいこでしょい、おいこでしょ、おー、すごい接戦を制したのはカリンスさんとなっております。おめでとうございますなんか盛り上がってきた。
さあ、かりんちさんと FAB さんでまずは、どちらが先に試合をするかどうかの決定権をかけてじゃんけんをしていただきます。いや、勝った方が後にやるか先にそれ決められます。いきますよ、じゃんけん。5先でやりますか。5先は長いんで3先あたりにしませんか。3先いき、いや、おママさんが3先がいいってめちゃめちゃ食いつきます。3先がいいらしいです。やろう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 だそうだ。じゃあ、オバマさんの最初はグーじゃんけんほいって言えますね。ここオバマさん行った方が絶対熱いっすよ。グーじゃんけんほいあいこでしょいって行けます。オッケー。え、俺恥ずかしいよ。俺だって恥ずかしいっすよ。じゃあ行きますよ、最初はグーじゃんけんほいあいこでしょいあいこでしょいあいこでほい。おお、まず FAB さんが1本選手。あと2本も取らなきゃいけないですよ、これ。1本先生、これ初めてですよ、じゃんけん実況目。それでは行きましょう、第2試合、最初はグー、じゃんけん、ほい。おー、カリンさん取り返した、1-1、素晴らしすぎる。ここに来てデッドヒートでございます。さあ、第3試合、最初はグー、じゃんけん、ほい。おー、カリンさんがリード、やはりここでもキャラ差が出てきたか、2-1。さあ、決めるか、カリンチ上に、最後に何を出すか、第4試合、最初はグー、じゃんけん、ほい。おーと勝ったのはカリンチジョニー。素晴らしい神の右手ゴッドハンドでございました。勝ったのはカリンス、サミットペアとなっております。それでは先にやるか後にやるかどちら選んでいただきましょう。先ほどの和やかなじゃんけんタイムと打って変わって勝ちで考えております。なんか俺申し訳ないことしたなみたいな。まあそうですね、どっちがいいか相手のねペアに聞いて嫌なことをしようというね。さあ悩みますね、本当に悩むでしょう。謎の読み合いが発生したね。ザリさんが勝つとか見たいじゃんみたいな、なんかもう FM さんを前にして言っていいのかその言葉みたいな、すごい謎の読み合いが発生しております。サミットさんが一人じゃなくてもカリンさんもどっちでもいいなみたいな感じの嫌がる方で。先で行きますよ、先でいいですか。かりんちさんはもう我が道を行くということで、え、いいんですか、お互い決まりました、先で大丈夫ですか。はい、というわけで、まず敗者復活トーナメント最初の試合はですね、かりんちさんのジョニーとサミットさんのチップとなります。よろしくお願いいたします。それでは 1P2P だけ先に教えてください。スーピーカーがサミットさん、わかりました。じゃあですね、ちょっと最初にレバーチェックだけして、始めましょう。この後レバーチェックしてまた最初にインタビューして始めという流れにしたいと思いますので、ちょっとその間にセッティングのいたします。はい、今から準備しましょう。ジョニー vs チップ、Heaven or hell, duel, one, let's rock. はいはい、あーそうですね、いつでも、あ、今の方がいいかもしれないですね。まあお手洗いとかあればね、今のうち、まあけども選手の好きにやっていただいて構いません。時間はうまく使ってください。かっこいい。
さてと準備いきますよ。ワンピーガー神田さん、今ちょっとね、神田さんはトイレタイムです。ジョニー、ウィン、デュオ、デュオ、テルアップヒート。油断したな。デッドマン、デッドマン、デッドマン、ジャック捕まえてるぞ。天下の法廷、地獄を必死。真理や技術に頼っているうちは天才に勝てるもんだ。ジョニー、ウィン、ウィン、ストレイト、バカなと言えることをやる。そういうやつしか何かを変えられはしない。あんたの国には期待してるぞ。じゃあこの後サミットさん戻ったらインタビュー、あ、また2人来てもらって2人話してもらってでいきますか。2人で、うん、2人で行きましょう。面白くない？ん？面白いの？2人に任せた方がちょっと喋ってね、緊張ほぐしてもらえばという狙いもあります。うん、オッケー、じゃあ戻ってきましたので、もうしつこいぐらいにツイートして、やっとかないとね、こういうのは。試合部分とじゃんけんの部分カットした一緒にした方がいいですか？どうします？別動画にします？一緒で OK。 じゃあ小浜さん、またいつも通りお願いしていいですか？よし OK。じゃあですね、第2回ミカド展開志武道会敗者復活トーナメント、まずは、第1回戦はスペードリーグ第2位、サミットチップ、そしてハードリーグ第3位カリンチュジョニーの試合を行いたいと思います。まずはですね、 1P 側のカリンチュさん、そして 2P 側のサミットさんと順番にお呼び出しして、お二人に、好きにインタビューし話してもらってから開始したいと思います。まあ、最後にね、ちょっと話してもらうことでね、肩の力抜いてもらえればと思いますが、逆に緊張するパターンもあるみたいなんで頑張ってください。ではまず、1P 側カリンさんです。どうぞー、こちらに。あ、オバマさんが今頑張って、あーっと間に合ったかな。 OK、 カリンさんです、こちらまでお越しください。お疲れ様です。さて、どうもー、この後は、サミットさんをお呼び出しいたします。続きまして 2P 側オバマさん OK？ ちょっと待って、結構ね大変なんですよこの作業。まあこの後はどうなるんですかね。かなりサミットさんはジョニー嫌がってるようなこと言うとね、その辺のこの後のインタビューで話してもらえると、この身長差がちょっとへこみます。あ、すいません、わざわざ気使っていただいて、座って一緒。さあ、続きまして、ツーピー側サミットさんでーす。もう出てるオバマさんがもう一回頑張れ。来たー、やっと来たみたいです。あ、 FAB さんがね、この間のアインマンポジションにいますね。はい、こちらまでお越しください。ではこの後お二人に話していただきます。ちょっとここだとね狭いんで、すいません、ちょっと一旦出まーす。まで行きました。はい、いやジョニーね、何そういう、そういう話。まあお疲れ様です。どうも皆さん応援ありがとうございます。今回もね、
いや素晴らしい絵いっぱい描いていただいて嬉しいですよね。そうですね、普段やっぱ絵描いてもらうことってない。そう、絵描いてもらって本当に嬉しいし、会場にも来てくださってるし、しぐれさんとか本当ありがとうございますってこと、本当にありがとうございます。で、今回いろんな絵を描いてもらって本当に嬉しかったんですけど、まあ最終日お互いね、頑張っていきたいよね頑張っていきたいんだけど、ジョニーが本当無理。いやもう諦めてるじゃないですか。いやだってね、皆さんね、さっきの試合やったんですけど、仮に中に7連敗か8連敗した、あ、これは無理だなって思って、もう失うものは何もないっていう、もう突っ込むだけなんだよね、こっちはジョニーも本当もうレベレーターになってからもう地獄しか味わってないからね。あ、そこに巻き込まれないようにその勢いに負けないように、いやちょっと地獄に道連れにしようかなって。いや俺上でザディさんが待ってるんで、あの おしらさんのこと、 FAB さんのことも思い出してあげてくださいいやそれ本名から FAB ってわざわざ言い直すのやばいんで間違えました、間違えましたついね、しょうがないね、彼あれがリングネームみたいなもんだからね。そうだね。じゃあまあお互いすごい、まあどんな試合になるかって言ったら、チップがわーって動き回ってジョニーが捕まえてぐちゃーってなるかどうかっていう組み合わせだと思うんですけど、注目ポイントはありますか？チップの減りに注目してですね、はい。いやこれ減るんですよ、マジで ANS カウンターから7割ぐらい飛ぶから。じゃあ俺の見どころは、強キャラに頑張って抗ってる姿を見てくださいはい、そんな感じで。じゃあ、やります？やりましょうやりますかやりましょう俺あと5時間ぐらいやらなくてもいいけどじゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ハリキマンよろしく。なんかすごい読み合いありましたねなんかここからすでに心理戦は始まっているのかといった話し合いでした。さあ OK、じゃあ5先です。5です。まあ、 本当にお互いのね、好きなタイミングで始めていただいて構いません。すでにカメラ準備 OK。カリンチョさんのインタビュー慣れしないながらも、ヘリに注目してほしいってことでね、とりあえず滑るから見とけよみたいなね。さあ静かな闘志です。さあ 1P 側に迫りますのはカリンチョさんのジョニー、 2P 側ソミトさん、はい。あ、音そうだ、その前にチェックしておきましょう。 1P、2P ともに、1P じゃねえ、左側音声が俺、右側音声がオバマさんと変更いたします。ちょっと確認の方をお願いいたします。チェックをお願いいたします。音声確認して、あ、テスどうでしょうか。英語は右です。 Everyone check your speaker settings。 OK、 ありがとうございます。 Bilingually you can set your speaker settings in your control panel. Set it to the right for English, left for Japanese. Keep it in the middle if you want to hear both. How's the sound qualityじゃあ両者準備できたら手挙げて教えてください。もう本当にゆっくりですよ。サビトさんは OK、 ゆっくりで、カリンさんも OK が出ました。ちょっとお待ちくださいね。じゃあツイッターの方に宣伝 OK、 では始めていきたいと思いますよ。いきますよ、それでは第2回三方天下一武道会、敗者復活トーナメント、サミットチップ VS カリンチジョニー、始めていきたいと思います。トマトボタンを押して始めてください。どうぞ。さあ、こちら敗者復活トーナメントは5先戦となっております。まあ、10先でやっちゃうとね、この後決勝リーグに勝ち上がったところで、ね、ヒロコンパになってしまいますからね。さあその辺も考えて5先ですが、それでも長い試合になると思います。Okay, guys, thanks for joining us. ハードリーグ第3位のカリンチジョニー、ヘルリーグ2位のサミットチップとなっております。サミットフィニッシュ2nd in the spade versus Carnage, who finished 3rd in Hartley. They're going to face off in a 1st-to-5 in this tournament for a chance to challenge Haken and Nage later this evening. さあまずは来いよ、サミットチップ
いけるか、3、まずい、飛んでいく、ダメージ、巻いて、さあ、お互いに体幹、おっと、ステップコイン、ステップコインだと、ファーストが取ってしまうというのがあったんで、さあ、これやってしまった、ファーストからこのまずい流れが続きます、素晴らしい、ここは、アルファブレードをしっかり直面ガード、アウラクラスを出す前に、最速で蹴り上げてきました。Not the first time either, but choose a character again if you need to go to gear. Stereotypical new character. Very high mobility. That distracted from the amazing normals and specialness that the character has. Sunny, Tasuke, Ashikara, Koko, Sunny, the fighting character, the green character.ベータブレード、この辺の判断がサミットさんならではの判断です。さあ、ここは飛ぶぐらいの状況から前フィートしてゲンドは飛び出す、足場がヒット、レベルが上がってトップで浮かつに飛び込むことができなくなりました。が投げて表へ、さあ怖い、クリアする、ブリッツ、しかしここはクリアです、逃げたか、ジャンヘイト、いいですからコインを当てて早めに落として、ハワイハンダー、ケーランが通って、まず一試合選手はカリンチュジョニー、アタックオーキャンセル、in a lot of situations when it, as you level it up と言える、 you get increased flame advantage。 最初のバーストがちょっと流れ悪くしちゃいましたね。アリンさんのジョニーはそうですね、ステップキャンセルのコインを固めで使ったりとか、以上みたいなステップしてから殴るとそのステップに合わせてパワーアップされてしまうので、そこまでステップコインを使ってバースト対策のコンボにしてるっていうところもありますね。ガンマからダウンし、あとこれはタイムがずれたがラッキー、ジャンディアルバから落として上柳、おー立ち上がるが伸びていたが、水が空中出すから、ここはトミー広い立ち上から水のファインがダメージ、ゲージもたまりそうです。 50% あるのファイン、ここが出たくる、さあブリッツもあるが、ここがガンマ選択、いいやつ、これ多分ダストやその、あーと、ケダンミスワイヤーにバース当たりません。P10 やったり、その後のダストアタックに対して、まあ、最後で技を押しとけば、それぞれそれにキールキャンセルしているといったように、やってるんですが、ダストとか取りますが、ダメージ持っていきたい。おーっと、ここはダスト下がったモーションで、ここは一瞬で画面端、張り付いていく、シャッシャッ、これやりません、このまま攻め切りたい、あそこ痛いかな、いや、見えない、見えない、しのげてる、空中直線ガードから、エースから空中出し、ここは手が届かない、こちら表、チップのような、強豪ミスでいきますが、確かに、いい判断、落とせそうだ、こちら、さあ、ここで、ちょっと見えそうなところに、キールキャンセル、しっかり仕込むことによって、見てから行動もできます。投げが決まる、ジャン KTS、KS、ハイスラ T、さあ、亀吉、メタブレードは見てからガード、間に合って、剣道のゴール、これはチャンス、亀吉、勝手にお疲れさ、空中投げ抜けている、ジャンエス、やっと、ここはジャンケンス発生する、直下投げが通って、1位だ、これ、はい、行っていきます、さあ、グーチャーミストファイナー、中盤から1位コンボを決めていきました、カリン勝利が2本目ですね、2試合連取点取ってきます、連取そうですか。さあ、まさかの一撃コンボということで、あの投げが決まった瞬間に、まあ、当たってましたね。今回その一撃の準備モーションが一撃にもなんか無敵あるわけが多くて、なかなかちょっと苦しい展開が続く、考えます、サミットシップ最初、カニさん、割と涼しい顔で、そういう動きですね。タイムキックを待つ、あ、今か
まあ、ちょっとここ今置けないからこっちも行きます。 Sumito expressed his difficulty with this matchup. He has a lot of trouble dealing with slash. さあ、2試合終わりまして2対0、2点リードのカニジョニー。 Gotta be able to pick up ガードからちょっと投げていくことですが、さあ、着地しながら立ち切るクッションガード、この感じのガードスパンですね。からの相手を引き上げ、マイコンの立ち合いからここは体力ある状態、早めに引き返していきたい。立ち切りから立ち合い、ジャンディーからここバウンド。さあ、今度はプラスをガードし、前へ入ったら突っ込めるはずですが、ここからしゃべりジャンプストを出していたところ、ここからプライラストマイハンダーからレベルも上がりしています。見えない、これハンからミエス、キレス、ここは高さが難しい。ベーパーブレード、この強さ、テンタクル、見えなくなって足がいいか、ジャン KSS からの画面端、手に届いた、これは俺の名はガード、マネフレス、CS 届かない、しかしダッシュ、手が止める、空中投げからガンマブレードまで、さあバースを使っていく、しかしここは読んでいきました、打ちましたね。サミストがグッドアダプテーションプロピクル、サミストファイナーで投げた、おーっとこれバックステップ、チップのバックステップはなかなかそこまで攻めもよろしくない。ジャンケーから、さあ暴れたら死んでしまいます、しかしマイドル、やっとコンパステップ裏回ってエンディス、ミストファイナーから前へ入り、それが俺のがだと決めて、これはロマンキャンセルの出来上がり、完璧パーフェクト。さあ最初ラウンド、さあしっかりしてる、新記録からジャンディー、いいところが、あとはここでS が効かなくなってしまいました。これはよいしょ、どうしましょうね、バースト状況再現という感じになりますが、どうします、それが多分一応ルールではあるんですけど、このどうじゃバーストを、難しいですね、このあと、再開した時にバースト使って、青バーストの状態で B のところまで回復させてから開始していきましょう。So Sumito lost an S button. It's important that, so if you look at the way this game is, Sumito has advantage because Karnchu uses burst. On the field pick through at work, yo. Try to recreate the situation.まず一勝一敗にする前にですね、お互いに1ラウンドずつ取ってもらうんですけども、カリンさんのバーストを青バーストで発動させてもらって、青バースト空振りか、青バースト食らっちゃうと多分それ以上に回復しちゃうから、バーストガードしてもらって、青バースト出させてバーストガードして B の手前まで来たらラウンド取れていきましょう。Yeah, so we're just talking about how to recreate the situation. So they're gonna like trade burst to try to set up the third round. 線が抜けてましたね。まあなのでまずサミットさんに普通に1本取っていただき、で次のラウンドでカリンツさんにそのバースト、青バースト使ってもらいます。だからバーストがガードできる連携って何があるか、2ハイスタレで打ち上げてバーストしてもらいましょうか。あ、ガンマがいいか、2
2敗者だったら大丈夫かなと思います。あ、そうですね、サミトさんに一撃で殺し、あ、一撃でも何でもいいんで殺してもらって、まあ、ここでちょっとね、珍しいエグザイルでも見てもらって、まずカリンさんはガンマブレードをサミットさんが打ちます。サミットさんがガンマブレードを打ちましたら、当たった瞬間にバースト。で、バーストゲージが空っぽになりますので、なりますので、B の、B の真ん中あたりまで回復したら、ジンポ、倒してください。そうっす。もうちょっと待ってくださいね。で、体力維持が減るとバーストゲージも溜まりやすくなりますし、食らえば食らうほど溜まりますので、ちょっとお待ちくださいね。ほら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 、この辺ですかね。さあ、ここで、はい、というわけで状況再現で再スタートになります。さあ、大変失礼いたしました。さあ、この辺はその線が抜けてしまったので、俺がもうちょっとしっかり確認しとけばよかったところでもあります。それでは3試合目、1勝1ラウンドと取り合っての最終ラウンドから再開となります。よろしくお願いいたします。3マイク2発のジャンプですから、ベータブレードまで空中戦に持っていくが、引いて引けて、ジャンプですよ、押し返す、マイクジャンプですよ、ここは2段を上がったと、はい、引き返しました。ここはしっかり総裁から打ち込んでいます。何もしなければね、2段を出す、そのまま出ます。さあ、そのまま流れに乗って、画面端ジャンハイフォーク、ビーネス足払いからジャンビーアルファ捉えて、ここは空振りが当ててる、足払いもうちょっと遠くくれば当たらなかったですよ。ここはボタンを押していった、様子見しつつといったところだったんですけれども、ここはサミットさんのボタンの押す速さが上回りました。2対1となっております。サミットオンザボード。さあ、アクシデントがありましたが、再開後取り返して2対1。Both these guys are risk takers, but what, you know, talking about Karinchu, you want to compare him to other Johnny players. Karinchu isn't going to make love to you. He's going to rock. And like, this guy plays like a bully. Wants to get in your face, wants to press the button. さあ、試合を始めるタイミングはね、本当に選手の皆様の好きなタイミングでボタンを押していただければと思います。それでは行きましょう。第4試合、2勝1敗。Let's rock! Counter stagger at round start, let's go. ダメ端、カウンターエース、拾い直し、ここは低くしてダメだった。ジャンケーエース、はい、カウンターからファーストされて、ジャンケー、ここのミスキャンのブラシがかなり効いている。あーっと、ここでバーストは我慢している。これは読んでいた、ブロックシングルに対して投げを決めて、選手カリンジョニー。さあ、第2ラウンド、サミットさんがこの自由に動き回る前に捉えるのが非常にうまい。カリンジョニー、サミットさんが苦しい苦しい逃げながら戦う感じになってるのが、一歩捉えればそのまま相手を起き上がらせに倒すことが可能ですか。これは最大になってしまった、まずい。ここはバースト誘いつつ警戒して、バックステップで刺さっている。ステモレハンからイエス、コインイエスからすげえ減ってる。画面端、次の落ちたペタグロン待ちましたが、タッチ系イエスと崩していきました。3対1。バカだと言えるか。バックステップに当たっちゃいましたね。かなりミストファイヤー、その空中下段、まあ、今回その空中下段で中段という特性なんですけども、あんまりその野試合とか普段の大会では見ないんですけど、ファインさんこの味方戦ではだいぶこの下段だけ、下段中段だった使っている印象ですね。かなり詰めていると思われますが、バックステップ読んだと思ったんですけどね、シッツはどうしてもちょっとバックステップはそこまで強くない。
Heaven or Hell. Duel. One. Let's rock. Neil さあ、先出しにしてタイミングが少し早かった。スマイハンター、これしかし前に出れない。しかし出し投げ、これは投げにかける選択肢か。さあ、サンキックハンターのもゲージはあるが、どうされていくか。シャハイ流れるように次の打ちだ。ヒルキャンセル、おーとめくれている。追い返したい。下にいるか。エリクセン、うまいハンダ、打っていく。どちら、投げは投げた。中段、これは再びエースからのマイケー、このとどめの一発で非常に有効です。3対2。粘りましたが、最後は中段。さあ現在3対2ですね。5試合終えて3対2、6試合目に入ろうかというところ。This is a personal top fight for Sumito. Hang it in there though. Johnny versus Chip. Get ready to roll. Oh, that's tense, man. Heaven or Hell. Duel. さあ行きましょう。さあ前ジャンプからジャンプ行くぞ。これはそして前に来たが、TS に入る。ジャンピーアルファ、アルファからこっちは裏、ジャンケー S ハイから再び決めて、今度はバクセン、甘い。これは距離を取っていたので、アルファで逃げれない。これはバクセン支配者飛ばそう。あーっと、つまいハンダーが決まっている。タイムが一気に並んで、打ち出しからの投げ、ジャンハイ DKD からコインベルト、あー寄っている。間に合うか、間に合いません。すごいのが連続して入ってきました。さあ仮にこのレバガチをしているところを後ろから頑張ると皆さんの声が聞こえるような気がします。さあ、ダメでしょう。今6試合で Remember guys, if you're just now joining us, this is our first of five tournament between the second and third place finishers of the Heart and Spade Leagues at the Tenkaichi Budokai. The winner of this first of five tournament will get a berth in the championship bracket, a rebirth if you will, to challenge Haken and Nage later this evening in first to 10 round of robin sets.
So now it's set point, Garanchu. Sugita needs to take his time. さあ4回に2点リードリーチをかけていくのはカリンチジョニー。さあ2連勝イカラソフトは5人で取り合って4対2となっています。スクリーンが当てられてスクリーンが当てられて。さあ予選最初活動のラメントは小崎となっています。ここはまだあるか。Man, just get away with murder, though. まずいぞ。 And that's a shitty play, man. Jump heavy is so good from Johnny. かりまして、ジャンハイスカッシュの下段からガンマブレードガメンジ追い込んで、オープンケーバスを。カウンチューバーストアウト。こらえられない。カウンチューを当てて画面端。前ハイからしっかり詰めています。Got the damage. Got the meter. さあ、ギリギリ画面はこれでも回避。ゲージは 50% です。ロマゲンジ。アルビジェット。すごいですね、ここは決定しています。さあ、ブリックラス戦ここはスルーしていけない。カリンチュジョニー set point カリンチュレディー。わー、ブリックテレポートここはチームとかガメシしかし不正転移でした。ガメシ、あー、ブリックインゲスすげー繋げ方知っている。さあ、ここはスルーとかデンジャー戦車を制した。ここは一旦切れたり、すっげー当たり方ロードアルファ、あるか。エンジャーあと一回避けれるか。いや、どうでしたか。ケージからロマンキャンセル、キリを隠せる証拠を意味からロマンキャンセル、ピュッシュ。ここは、なんかせあとがない。前に来た、okay. 画面端に押し込んで、ケージあるぞ。こちら、捉えた。2回からジャンケー、SS 届かない。こちら、投げている。素晴らしい、取り返せ。Stay in alive。 最初ラウンド、粘るぞ。 Getting a little bit more respect, we'll change up his movement now. Stay out of range, too heavy. さあ、アルファブレード、取りに行く、前に来るか。見えない、状況。足場に出して、スペインの上海、そしてクルシュラッシュ直線だろう。ここは微妙は高さでしたが、さあ攻め取ってます。エンジンゲス、2敗者負け、届かず、アルファ、ここは冷静、レベル3。いいとこスタート、今、経転移、これは確定本体、ジャンケー、B から表、前半まで行かず、足払いからとか、安定感、ここから、素早い判断、このファーストはブリッツ、取って、ダウンが取りたい。届いて、張り付いてが投げている。イーストライナー。しかし、これはファーストはもうできません。勝ったのはカリンチュジョニー、5対2というわけで、まず第敗者復活トーナメント1回戦はカリンチュジョニーが勝利となっております。おめでとうございます。さあ、お疲れ様でした。じゃあちょっとこれまでね2ヶ月頑張ってきたと思いますので、サミットさんにこちらに、来ていただいて最後にインタビューしたいと思います。ヒュースミット、お疲れ様でした。じゃあこちらまでお越しください。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すいません、途中トラブルがあって流れを切ってしまったので申し訳ないんですけども。あー、辛かったっすね。もうこの作はジョニーなんですよ、ジップは、ジョニーシンがやっぱ一番辛くて、まあでももうすぐレブ2出る前にやっぱ最後にジョニー来たなって感じでしたね。レベレーターはジョニーに始まってジョニーに終わるっていう感じでした。まあでも対策少しはできたのかなっていう、最終ラウンド逆転もできたし、まだ2ラウンドなら勝負になるのかなっていうところもあって、まあとりあえず俺の戦いはここで終わってしまいましたけど、いろいろと応援してくださった皆様本当にありがとうございました。楽しかったです、本当に。この大会自体めっちゃ楽しめましたし、絵描いてくれて応援してくれて、いろんな人が本当に応援してくれたおかげでここまで来れたと思います。はい、レベレーター2でももちろんチップで頑張っていくんで、皆さん応援よろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様。バースト1回当たりがとう。1回しか当たらず見てなかったですけど、ジョニーバースト空港しかないから、まあ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 、そうなんですけどね。頑張った頑張った。というわけで、サミットさん本当に1ヶ月2ヶ月お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。この後は観戦してね、お楽しみいただければと思います。お疲れ様でした。はい、バイバ
じゃあかりんさんはそのまま待機していただいて、次また試合前にインタビューいただきたいと思います。ではですね、続きまして先ほどの敗者復活トーナメント、誰が立ち上がるか、アンケートで見事の1位だった FAB さんと、そしてザディさんの試合となります。ただいま準備を行いますので、今のうちにじゃあボタンチェックレバーチェックを、しておいていただければと思います。 1P、2P、そんなついでにね教えてください。続きまして第2試合入っていきます。よろしくお願いいたします。これもちょっとトイレ休憩しようかな。 Who dares to enter the main event? おー、めっちゃオーバーマさんが映ってる。おお、かずきさん、おお、おー、すげえ、なんか映画版みたいになってる全員集合みたいになってます。大丈夫ですか、頂上決戦。なんかどこかで見たことあるメンバーがザディさんの後ろに続々と集まっているような気がした。トイレ休憩しようかなと思ったら、ただのボタンチェックですよね。まだ始まりませんからね。めちゃめちゃ多いですね。あれ、なんだこれ、どうなってんだ。なんか何かとは言いませんが、7対3ぐらいその作られてる気がします。ザリーファンなのか、それともまたまたそのアイス買ってきましょうかね。やばいです。さあ、なんなんでしょうかこれは。存分に頼む。ちょっと自分もちょっとお手洗い。チェンジ、あ、あ、めっちゃメンバーおる。1P どっちかな。あ、OK です。ちょっとあ、ちょっと画面を変えます。Guilty Gear Exar Revelator。 なんか一大イベントみたいになってますけど、まあ一大イベントなんですけど、なんかそれとはなんか別の思惑が。すげえかっこいいんですけど、その写真。エフェリーさんの写真超かっこいいですね、これ。ちょっとツイッター早う。めっちゃかっこいいですね。よしよしよし。じゃあこの後もですね、ツイッターで俺が開始しますと言ったら、インタビューから行いますので、まず FAB さんにこちらに来ていただき、またザリーさんに来てもらって、2人でお話ししてスタートっていう流れにしたいと思います。少々お待ちください。
浜さんの準備ができ次第やりましょうか。よし、奥側は OK ですね。それでは、何か意味かと前回勝負大会敗者復活トーナメント2回戦、FAB ポチャマキン VS ザディレイブンを始めていきたいと思います。まずは、FAB さんこちらまでお越しください。どうぞ。 FAB さんこちらまでお越しください。おっと今ね弟子のゴンザブロ君と今から行ってくるよみたいな。あこちらで、はーい、これ今日はあいまいないで取れますね。いけます。はい、ありがとうございます。 FAB さんこちらまでお越しください。この後またザリーさんをお呼びいたしますのでお待ちください。ちょっと今大原さんが頑張って準備してますんで、いやいや気にしないでください。あ、俺やりましょうか。っていうか多分俺の方が楽ですね。よいしょほいしょ、ベースとなさい。これ2人分のメンバー入れといて削った方が早いんじゃないかな。あ、これ以降は俺やり方わからないんでお願いします。今ザディさんと仲良くゴンザブロ話してます。大丈夫ですかね。なんか多分大丈夫、商法こっちに空きがなかったから向こうに行ったけどなんということでしょう。それではザディさんお越しください。わー、やっぱすっげー。もうちょっと前かな。いや、大きいですね、やっぱこうやって見ると。でかすぎて、入る背高い、背高すぎて、素晴らしい。じゃあ、こちらまでお越しください。はーい、こちらまで運営席のみをしていただいて、じゃあ、この後、自由にお話していただきたいと思います。じゃあ、ちょっと、お邪魔しますね。では。はい、どうも、FAB です。ザリです、はい、漫才みたいな始まったけどまあついに最後の日がね始まりますね。まあちょうど今カリチとサミットのね熱い試合を見せられて、ね、我らもエンジンがねどんどんドゥルンドゥルンかかってるところなんですけど、来てますね、これはそれと一緒にもう緊張持ってるんで。あ、緊張きてる、緊張持ってるから。ザリさんあんまり表に出ないからっていうのもあるんですけども、まあそれでも全然強いからこそ選ばれてる、この熱い男だからこそ選ばれてるみたいなね。今ガンガンプレッシャーってハードル上げていくんですけど、いやこれまあ自分もね対戦相手じゃなかったら全然ね楽しく見させてもらおうと思うんですけども、まあレイブン VS ポチョムキンということ で、ね、お互いにキャラ対策が積んできたっていう、はい、軽くね言い合ったん で、ね、あとは実際に見てもらおうとは思ってますね。本当にねワンチャンを生かしたポチョをどこまで捌けるかっていう形にはやっぱなると思うんで。そうですね、もうレイブンが逃げてそっちが追うっていう形になると思うんで、まあまあじゃあ分かりやすい流れだと思うんですよね。なんで見る方もねそのどうやって見るかっていうのも相当すっきりとした見やすさがあると思うんですけども、はい、まあ、細かい部分の読み合いとかはギルティーらしさが絶対出ると思うんで、そのあたりもねクロートの人たちは楽しんでもらえばいいかなと思います。そうですね、いい試合を作りたいと思います。はい、もういい試合にしましょうと。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ力強いのねパワーありすぎでしょう。おばあさんにこの前すごい力ある。ああ、そうだね、はい、いや、どうぞあれから俺できなかったんですよ、はい、じゃあまた改めてよろしくお願いします。はい、お願いします。うちのモビルファイターじゃな、あのモビルファイターじゃねえ大原さんね、握手するとあーってなるんでね、こんな感じなんですよ。俺も今ちょっと危なかったです。で、準備ができ次第教えてください。ちょっと今 1P、2P ともにカメラの設定を行います。あ、もうちょっと上げた方がいいかもしれない。サディさん背高いから。よし、またマイクを戻します。よし、あー、 OK。 じゃあ、またマイクチェックをお願いいたします。俺が今左。 Yo yo yo。 So once again guys, these are we do the split audio so you can get it in English or Japanese. Please go into your speaker settings and set your speaker settings to the right side if you like English.
left in Japanese. Keep it in the middle if you want to hear both. We recommend you use headphones. And this is going to be, again, another first to five set. This is in the loser's redemption bracket. You just saw Karenshu take his first to five over Sonito. Next, we're going to have FAB versus Zadi. Hi. じゃあ 1P、2P ともに準備ができたら手を挙げておっしゃってください。 FAB さん OK、 サディさんはまだ。なんかさっきカズキさんから勝ったらアイスをおごってあげるみたいな情報が勝手に耳に入ってきちゃったんですけどね。一番高いのカズキ、ロイ、they're all on Zadi side cheering against FABうん、ザディさんの方もうちょっとだけ下げてあげて。よっしゃー、いい感じでしたね。あとはザディさんの準備が整い次第スタートとなります。もう本当に準備が OK、 あ、OK です。いきますか。じゃあいきますよ、いきますよ、それでは第2回ミカド天界一馬道会敗者復活トーナメント1回戦第2試合、ザディレイブン VS FAB ポチャモキン始めていきたいと思います。スタートボタン押して始めてください、どうぞ。さあこちらはですね、この試合に合わせてなんかまあいろんなそのメンバーとか団体のメンバーと企業の皆様がお越しいただいております。本当にありがとうございますミカドで見るなんていうんですかね、ポチャモキンミカテンツアーみたいな、何がとは言わないんですけども、Once again, you know him, you love him, FAB. He's got his hands full this time, though. Taking on Zadi Reagan. さあ行きましょう。 1P側は FAB バチャミン、 2P 側はザディレイブン。 So on the left, Potemkin, if you're new to the Guild Gear, Potemkin is your rapper character in RC game. さて、この組み合わせですが、 Right now, Raven. Potemkin, 本当に前半は2回ずつ、 その、シャルクングリア、シュノスブルクに対して、 デコピン、デコピンを打った瞬間に、 ゲームナーとしては、だいぶやりづらくなるはず。 うわっと、直前カードが割っていく、 ポチョンきました。 さあ、ここは予選リーグと違い5先となっていますが、まずはポチョバスを連続して決めていく。Unfortunately, my B. I'm going to watch it. 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 I'm going toゲージも溜まってまいりました。ここがヒート確定。ユーライズスタンスキャンセル、ユーライズスタンスのゲームプレイ。いけ、もう読んでた。バチャイ、カウンターヒットからハンマーホール。一本選手はヘイブ商品。What you're gonna notice in general, he's gonna wanna try to take. この組み合わせ意外と思った以上の辛抱さがレイブンガンにありそうですね。Explode once he gets that hit.はい、シェグ。しかし、ザディさんですから、だいぶこの読み合いを回復してくれたはず。これはペン、これは I want to pay attention close to is what situations is FAB gonna opt for for here? すごい。What option, what situation is he gonna opt for? 祈りやすいキャラクターということで、こういった何気ないカウンターヒットが、もう一つ、とんでもない利益を起こすかもしれません。楽しみから。ここは無理しません。マジか、投げていく。ザディ勝利はザディ。ザディ、ジャンプで楽しみから潰して。ジャスティゲットアウト。メラをザディにください。Because the drive has some startup, it's easy to read. 投げていく。ザディ、ショートアップ。ノーマルジャンプ。ジャンプ。And FAB is not going to do that so easily. 立ち合いから、ブラザーズ。これは黄色キャンセル。歩いていく。Back up, hit the jump, beat, tag him on the head. Zadi, できる男のタッチパンでした。さあ、ここは直線ガードを投げていく。
And that's going to be a trademark anti-airframe. Try to jump ID. If you want to jump ID and try to get an air grab. It's very difficult to tell where he's going to go. すごい濃い試合だったから本当に今の1試合目かみたいな。もう3試合ぐらいやったようなこの何ですかね。息の詰まる試合。さあこれは各地でザリーさんの方も相当プレッシャーがあるでしょう。ステージに関してザリーはここは直接ガードかな。ああ、ストライクオファー、よしミックスアップがここは背中で打ち返した形。さあしかしカック止められません。リッツ取ってキーですから、ここアイシュクネムのルートへ画面中央から、ここはチップワークルトへ。おー当たらない、ちょっと下がってっていうところ。ここ大変だったし、あー内定が当たっちまった。これはまずい、意識コンボ、原神コンボ。おーっとびっくりしました、日本が飛び出ました。画面足In Japan, that 6K move is called Kishiki Combo. Essentially because FAB's practiced it every day when this game first came out. Almost like a ceremony. Kishiki means like ceremony or like trip. Like a ceremony or something like that in Japanese. So ceremony. So always start the screens and Hinato just him practicing his moves on every character. Kishiki Combo.2P から止めて、ここは飛んでいる。しかしロマンキャンセル、ゲージ入ってしまいました。少し角形からの強調攻撃を出すタイムをずらしてきます。よろしい、数値くらいやればそこまでのアップデートレベルでね、ただ安いだけでは終わらせないでした。始めしてきますよ、2P からジャンディーを押して、さあここはデコミツがない数値が、少しジャンティーから追いかけるが早いぞ、逃げていく。But he's got his meter. まあそこでヒットするかどうかの読み合いですが、前へ P 見ている。 6P from Zari gonna drop him in the corner too. こちら目のミスを確定ですね。まあ耐久を崩すようないい飛びでした。あそこで弾が効いている。着地、これは間に合うぞ。メガフィストを追いかけるが、あと一発コロビに対して、こちら直線ガード投げられません。Just outside mid-range. Man, this guy can play. しっかり空中直線ガードを選択したんですけども、先に飛びました。ジャンプリーを押し返せ。デコピンができません。ここは一回ガードしなければいけません。マイビー出しているが。マイビーできるかどうか微妙な間合いでした。Now he's out of game. メガフィスト、当てている。It's his turn now. Oh, メガフィストで素晴らしい、シュート当たらないので、しかしここは素晴らしい泳ぎでしっかりダウンを奪って、
hasn't quite gotten the mileage he wants out of it, but it's definitely been getting some. Something がロシだし、ジー、ボール、ムーブメント、ヒット、ボクサー、ゲラン、サルクグレ。うわー、ロマンキャンセル、どうなってんだ、ロマンキャンセル、ガタイさん、ここから。Take him down. One more look. If you don't take it, get it to the air. Fucking shit, guys. Out of the guard. One. So, you got Mega Fiston. One. 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 Wow, look at how hard he has to work, man.レイブンは後半になればなるほどダメージが少なくなります。根性値というシステムがありましてね、根性値が高ければ高いほど体力が少なくなった時の防御力が上がっていくって感じなんですね。So of course that's the problem with this matchup for Raven. You don't do that much damage. If you get control, you have to stay in control. You have to find those. ただ、ショーティンバスターロマンキャンセルはそもそも減らないですよね。押さえめっちゃ悪いですよね。FAP is gonna save his meter. If he gets that hit, it's cool. リスクゲージ自体も減らした上にロマンキャンセルの補正もかかってしまうという難しいですね。硬いキャラクター刻めれば別なんでしょうけど、こちらも一番大事なのは And dealing with those mid-screen movements, you've seen him show the mega fist. We're going to start canceling that now. Maybe once we start expecting a little bit more. もうなんか実況者で5試合ぐらい終わった感覚なんですが、まだ2試合です。2試合終えて 1-1。ナイスなグラウンド。わあ、なんかすっげえなんか。デコピンは玉じゃないお前だっていう感じで、本体を釣られています。FAP were moving the ball. まあ、まずいぞ。なんか逃げたいな。反則というシステムのポジションが本体がでかいんで、端に逃げようとしてもなんか飛びで引っかかってしまって、変な高さで投げられてしまうという怖さなんですね。エースがリエス、ナイスだから前にデコピンをしたい。うわー、これはロマンキャンセルしないで確定。相手にゲージを 50% 使わせまして、25% で 50% 使わせたらもうだいぶいい状況ですね。チェイスラー止めません。ジャンピングうますぎる。ダメージゲージは 25%。 まずローゲージ攻めて飛びをこらえて投げていく。 ICBM を使って次の鍵はどうしたらですか。ジャッジがジャッジに刺さって画面端読んで飛んでいる。いやしかし押していました。すごい読み合いの連続でしたが、ここは取ってきました。エンゲス、ここはデコピン間に合わず、ダメージを値段を下ろしてバーストしています。さあしかし、ちょっと歩いたところにカップル2つのグッドウィンチを仕込んでいます。スーパーアーダーです。ランプ通して、ゲッタングル。おっと、バッケンを打ちましたが、ここ間に合わず。これはシュメルスベルクですでにアーマーを消していたため、対最後ちょっと残るかなという展開でしたが、ザビーさんが取り返した2対1、再び1点リードとなります。FAB just brings another chance to get a shot against Karinchu now for a chance to get back at Nage and Hawken. Better believe this is going to be something for him too. すごいことになってそうです。This is his home arcade, man. He wants to claim that title for himself as well. しかし、こちら配信の方は、ごさきとなってる。Whoa! 6 attempt open around. That's dangerous. Scary. そうですね、ゆっくり側のプレッシャーの方がやばいですね。ジャイアンここでバスト。チャンは奪われないように失礼します。さあチャイスラック、ここはメガフィス読みでしょうか。そしてこれはバスト読みが、もしくはメガフィス読みかもしれません。ちょっとここ作業を連携に踏み始めました。バスト難しい。ここはメガフィス読み、very careful about how you work against this character. He has a lot of burst day set up. Burst day combo ability. さあ、しよう。取っていけ、エンキレス。さあ、締めくるけど。ワッケンは8000枚に潰れている。
していきましょう。ノックパウンド嫌がって2段ジャンプがしたら持ってかれてるかもしれませんね。メガフィストロマンキャンセルがフィニエスに逃げす前でワンマホールからフランニス、さあ今度踏みます。デコピンはさせません。サイスカであれば返したかもしれませんが、ここをキールキャンセルから遠距離エースで潰していきます。Yeah, really tough matchup, but this is one that's, man, a lot of players are confident that FAB can win this. Oh, no, HK を避けましたが、その後の引っ込んでいたガトリングがヒット。これ美味しい。You gotta imagine, it's feeling good, man. This is out. This is auto. しかし、これはしんどい。Into the wall again. I guess 70% of the matches are fucking exactly. あ、取ってかみ。前ハイスラップ。すごいところで当たって。わーって、もしくは、スライドヒットに、皆さんフィルターが、ダイスガンは投げている。バイスゴー完璧。しかしソロの追撃はミスってしまいました。さあ発進追い込み、タイガジャニー2段技デコピンをラッシャーブレに返して、ここをされバーストを持ってくる。ノーバンキャンセル、ビニエスマイケー最大ビザンをここで獲得か。さあ You gotta make something happen right now. What's the look? Trishガードしている、逃がさない。最終ゲームはバースト読んでしまった。高く刻んでいく。サーディスティオゼッペカクリワン、サーディレイヴェン、オーバー、ギルティーギア、ノード、それでファンシー、いやなんか俺はドキドキザーディ、マン、ビッグサイアリリーザーディ is really excited. He wants to make a statement right here, right now. He put in his application for the Oshina Bokume Tenkai. Let's rock! Look at all the music. FB さんに good use of the map is bored. ニビ止めて、ジャンプです。最近雑誌のジャンプ攻撃で。He goes over those normals that Raven is really trouble support for the mid range.ケツ、総裁、押し込んで前ビーがヒートを掴みたい。さあ、ジャンプが強い。さあ、試合から漏れて、ここはデコピンに返します。さあ、上から乗っていく。さあ、だいぶ上げる仕事が出てまいりました。ワンイレブン、攻めていきます。Oh, shit. Okay, FAB gets his throw. He's got 4 meters, so he's super dangerous right now. One counter hit, he can kill him. Oh, man, it's coming! Jump, the return pop to last, boss up! First up, Zadi.さあ、ここは足場へ確定させて、バックスキールキャンセルから飛びに対して、前に対して合わせていきます。さあ、いい、うまい。This is tough, but I think you gotta make something happen, man. You got the meter. ノーザンクロス。ああ、届いた、満員調整、完璧すぎる。あそこ届くんですね、長い。ザーディ、そうグッド、ノーインです。すごいの、ウィンドナック。Behind the very edge. His movement with his barrel is really giant. Sawu から浮かせて、トメタイガー、ロボットシャットとバックステップ、can be very difficult. 呼ばれた時の、インディアバレですね、シャットインディアバレ。なかなか、ということはいきません。ナイヘッド、さあ、紫ゲージを一気に削って、前ハイスラー。中央では安いと割り切っていきたいところですが、ここでバスクインバッサーがヒット。足火エンゲスリード、すごい当てがいのスピードを打っている。ディーズショー、さあ速い速い、スパーカーでしたが、ここでスラハメサイドヘッドバーンズのミートルテイストラウンド。 That was a man, that was a Sanford man. I don't know if you guys can hear that, that was a Sanford man. エコピンがシャルフォーグで返せなくても本体に当たるってことが多いですね。なかなかあの辺りの間合い取りが難しそうです、エイブンは。メガフィスト、メガフィスト won't work。さあ、攻撃の癖を少し掴んできたか、しかし、ロストバスクザリング。逃げています、立ち合いすら。よろしい。これは、あーっと、珍しくミス。エースからヒート、エクスケンの画面端へ到達。ここは逃がしたくないぞ。いや、しかしバックステップの高速にシャルフィーグが降ってくる。発表投資画面端、次はどっちだってタグル。ヒートアップの課題、ヒートのシャルフィーグで押し込み、Oh man, this is struggle.
あと引っかからないように隙を見て仕掛けたいがスライドヘッドを押します。今ソフトシーゾさあ4レイターン素晴らしい。ハンマーホールはですね、アーマー技となっていますが覚醒必殺は耐えられませんので飛びながら相手のハンマーホールを見てからしっかり覚醒必殺はヘアツバイフェルトで潰していきました。先ほどからスライドヘッドにあのヘアツバイフェルト見せていたりとか少し意識してるのかなーって言おうかなと思った瞬間に出てきたのですごいですね。空中バンドも出されていました。 Set point Zadi Raven FAB You gotta make something happen right hereさあ4対1試合で4対1ですね。さあザニーさんがリーチです。ディフェンスアクティブジャンピング捉えたバトさてザニーアフトプロスアドルおっとここはポジョの銀パスだ。中央4点で2敗を浅いよってさあ間に合うか間に合わない Zadi stretching man Duo This is an intense さあ角がバックプを捉えてバーさあ芝居通信当たらないがジャンケンヘッダーで出ましてショッキングガード、タッチ系で落としてきます。空中に行ったので、フォルトベースディフェンスを張らないとまずいですね。最初は先に落として追いかけるが届かない。セガフィスト変化点から、前に来たら投げている。 2K からさあ、ジャンプです強気さあ、結論もらえないぞあーと、延期です My best gonna take it 少しこのガトリングを変えつつ相手の割り込みを潰していくか Come down to this, Zadi set point Deep 6 feet すごいぞついにここで隠れマイディが来ますぞ流れが変わってしまう Zadi goes down here now マイディからあのヒリでしたがちょっとここは前ハイ追いかける立ち合いからデコピン読んでいるここされ耐えて着地さあここはポンでこの後落ちた2件エス2敗すらからグラウサムスライドヘッドヒート直接捉えてフットバシ画面足捉えたいぞ歩いて歩いて投げているおっとここはハングレバスター4対2粘ります。Staying alive. さあだいぶこの試合はFABさんが読み勝ちをしていきました。最後動けませんでしたね。Look at the focus. You think he don't want this bag? Who dares to enter the match? さあ終わりません。4対2、6試合を終えて4対2です。He did not want to give FABだけに Zadi is deep in thought.だいぶ時間をかけました。あ動きを変えてくるか。さまざま後ろのお互いに攻撃を止めるかどうかというところを残されようと始めましたが。Zadi not really going so ham anymore. I think he's going to get it.少しずつ押し返していきます。さあこれで少し動きが遅くなりましたがマイディーダイクさあバースト難しいヘアザンパーティーを打ち込ましてこれはヒート2段ジャンプで回避バンサイドでタイミングが攻めているあーとバーストバーストタイミングが1投目逆転するかといったところここで返します So, really good.
さあこの後ろジャンプからのオシャレ表現でなかなか返しづらい。ペガミスト制限する、チームのコーンを使わした。さあザニーさんはこの後ろジャンプかなりいやらしいですね。アクリも意識しないといけないんで。おー、FF took a dive さあ、ヘッ危ない、これは頭にシャルティング当たってしまっています。さあ、リーチ。さあ、空中戦制して落として画面足。さあ、Got FB in the corner. おー、マジか。さあ、空中投げ狙いに行きましたが、すでにジャンプ出していました。今後、そしてスライドヘッド。バーサス使う。当たって、S ハイから ICBM からの置き攻め。FAB。ヒート近い距離。後ろジャンプは取られています。前、はい。これは決着。マインティーも立っている。発生の話か。急に来ましたけど、遅くなりました、多分。マイヒー、再び落としてきます。しっかり画面を見て、レコミマイハイ、ハンマーフォーレマイハイ様。ダイナミック稼ぎで最初ラウン。さあ、ここは空中食材などテンションバランスを上げようということに対して、市場からの差し手が刺さっています。さあ、デコピングの場合がなかなか分かりづらい。おっと投げている。さあ、リセットかなりいやらしい。しっかりゴチゴ投げていった。さあ、待っている。ダメージ。捉えた。お互いに切り返す。さあ、少し動けない。ヒート捉える。ゲージを使って吹っ飛ばして画面足にスライドヘッド。ここが飛んで、ダブルスライド、マイジャンプ、後ろから、ここはガードフォークを切り替える。ナイス。さあ、徹底していきたい。さあ、ここはこの後ろジャンプから、バッケン、ここはバーサゲルドライヤー。お互いを上げるのはAn actual pop ball. さあ、D さんのレイブンが勝利となってます。おめでとうございます。おっと、グーと違う。さあ、というわけで5対2で、ザ・D さんのレイブンが勝利となりました。おめでとうございます。それではですね、FAB さんに、こちらに来ていただいて最後のインタビューを行いたいと思います。会社小野さん、マイク渡してあげてください。お疲れ様でした。あー、お疲れ様です。負けました。やけど、だいぶ緊張感のあるいい試合で、見てるこっちが疲れちゃいました。そうですね、まあ、結局追いかける側が終始酔い負けてたのかなって感じはしますけども、まあ、ザディスさん上手かったですね。これで1ヶ月、2ヶ月と続いてきたミカード展開一番大会、ここでフェイビスさんは終了となってしまうんですけども、まあ、もしよかったら一言お願いいたします。まあ、2ヶ月長丁場と思いつつも、なんか今思えばあっという間だったなっていう感じはしますね。で、10戦やってる間はすごい一戦一戦が長く感じて集中はできてたんですけども、まああと一歩及ばず、いや一歩なのかと思わなくもないですが、まあ内容的には結構面白い試合が結構多かったんじゃないかなと思うんで、まあ、次回のね、レベル2でもね頑張ろうかなと思っています。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。というわけで、この後はまた敗者復活トーナメント決勝リーグが続きますので、ぜひご覧になってください。お疲れ様でした。 FAB さんでした。さあ、というわけで敗者復活トーナメントの、決定戦が、この後行われますが、カリンチョさんのジョニーとザリーさんの、さあここで頑張りますと強い固い握手をFAB さんとザリーさんがしているところですが、どうしましょうかね。このまま連戦でいっちゃいますか。ちょっとお待ちください。この後カリンチュさんとザリーさん試合もうすぐ行きます、それともちょっと休憩欲しいですか。
あ、わかりました。じゃあ15分ぐらいにしますね。わかりました。了解しました。では、そうです。今4時6分ですので、10分のインターバルを置きまして15分から敗者復活トーナメントの、決定戦を行いたいと思います。この調子だと5時には終わりますので、5時までに終わった後に1時間のインターバル、1時間半の休憩時間を置きまして、18時半配信スタート、決勝スタートっていう予定にしようかなと思います。ではちょっとね、あと10分、決勝が始まるまでお待ちください。まあ、もっとね、4時半ぐらいまで、ま、待ってももらっても全然いいんですけども、まあ、とりあえず10分ということでね。というわけで一旦録画止めます。